私はちょっとだけ安心します。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あとありがとう。マリシュ大輝ありがとう。みんな大輝ありがとう。小山内さんにいました。ありがとう。ありがとう。大輝、カンさんありがとう。キクシャありがとう。キャプさんありがとう。アイリスありがとう。小山内さんかわいい。ありがとう。もうしないけどね。ごめんだけど、しないけどね。しないですって。しないしないです。赤坂さん、大輝ありがとう。菊ちゃん、かわいいありがとう。石拓さん、大輝ありがとう。猫、結婚してありがとう。しないって。ありがとうだけど、しないんです。しないしない。ともいろさん、ありがとう、大輝。トゥイさん、ハタありがとう。ナブナブシュッチョさん、ありがとう。大輝よいさん、ありがとう。ともひろさん、ありがとう。ありがとう、大輝たくさん。素敵って言って、けコメント素敵。そうでしょ？そう。そうです。あ、降っちゃった。ビミちゃみかわいい、ありがとう。かわいいでしょ。今日いいでしょ。なんだかな。ビューさん、ありがとう。ちいちやみ、そう、名前を調べんと。のどこだったっけ、美味しかったなーってとこがあったんだよね。しかも多分結構多分有名だから、知ってる人は知ってる気がする。どこだっけ、クロッフルみたいなやってるとこ。あ、ここだ。カフェプラス82ってとこ。82、そう、ここだ。カフェプラス82ってとこ。そう、カフェプラス82って、カフェ、そうそうそう、カフェプラス82ってとこ。木のブランコがねあるとこなんだけど、そこは美味しかったし可愛かったです。めっちゃここもう一回行きたいなって思う。私ここ好きでした。福岡あんまりね、私そんなおしゃれな人じゃないからさ、カフェ大量に行ってないのね。そう、でもこれ美味しかったよ。やったかい、このやめたの、いいなーいいなー。猫ありがとう。大輝タイナさん、ありがとう。一回ありがとう。 X の役がいい感じね。今日から変わりましたね。ありがとう。クタルさん、かわいい。ありがとう。ありがとう。クヤマナ。アキさん、ありがとう。大輝。ありがとうございます。かなー、こうか。
チャン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 。カフェはそんなに行かない、うん、そんなには行かない、そんなめちゃめちゃ行く方ではないけど、カフェは好きですよ、好きだけどあんまりめっちゃめちゃ行かないんだよね。そのカフェのインスタ見つけた、あ、そう、よかった、ぜひ行ってみてください、美味しかったから。そう、美味しかったよ、かなちゃん。たっくん結婚してありがとう、ブブーしません、ブブーしませんブブーしません。たきピーさんありがとう、ありがとう、たゆきありがとう。昨日久しぶりの握手会です、握手会いいね、いいですね、よかった、ありがとう。マイク高いくなってる、え、皆さん気づかない、前髪切ったんですよさっき。そう、今日も面接です、疲れました、お疲れ様。面接ってさ体力使えるね、すごい。私も面接嫌いなんだよね、めちゃめちゃ嫌いなんだ面接。気づいてるしって、気づいてない人のあれよね、今言うとしたのにじゃないのよ。カフェ行きたいね、行きな、私もカフェ行きたい。あ、だからコメダコーヒーを食べに行かないといけないんだった、レターとしたらね。私さほうじ茶ラテ好きなんやけど、今日ほうじ茶ラテ飲みました、まあローソンのだけど、ローソンのほうじ茶ラテも好きで、スタバより安いので私はそっちミニライブで最善ゲットしてる、おー、いいじゃん、いいね、ないところで髪切った、たま新作飲みたい、ほうじ茶クラシックティーラテ飲みたいんですよ、飲みたいんだけど、そう飲みたいですね。おー、全然気づかなかった、あ、いいね、嬉しい、そっちの方がいいよみんな素直の方がいいよ、気づかなかった、結構ね、こんぐらい切ったんだよ、2センチぐらい切ったの、いや気づいてないと思った、気づいてなかったでしょ。自分の前髪切るの得意、得意だよ、前髪切るの得意、早間のほんちゃらっても美味しい、飲んだことないかも、何は初何に行ったのになくてないの、何何、マニケン屋さんありがとう、発売ってことかな、スタバかほんちゃ系って基本だ、うん、どれも美味しい、ほぼ美味しい、うん、ワニムシュかわいいね、何それ、くまちゃんありがとう、くまちゃんプラン頼んだけどめっちゃうまかった、そう私甘いの嫌いなんだよね、ほうじ茶でも甘すぎるの嫌いだから、ちょっとお茶感強めのやつが好き、はいって、ほうじ茶だって飲めたくなって、そのみな、ひけんやさんありがとう、たゆき発売日に行ったのなかったの、ショックそれ、え、ショックすぎないそれ、響きな、やんじゃうわ、久々昨日行ってきたけど気づかなかった、あ、そうなの、フラペチーノ、フラペチーノしか飲まない、フラペチーノしか飲まなかったよ、私もどっちかっていうとフラペチーノを飲む方なんですけど、ほうじ茶クラシックティーラテはたくさん飲んでみたいなと思って、最近の髪型当たりが多くて良い、当たりが多い、あ、可愛い髪が多いってこと、ごめんなの白のある、そうそうそう、それをずっと、ひーちゃんジャスミン茶飲めません、無理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 です、厳しい、ジャスミン茶は飲めないね、うん、さっきありがとう、フワリンマシュってあれかな、キャラクターかな、あの可愛いフワリンマシュ、うんうんうん、あ、そうだな、あの可愛いフワリンマシュかフォローしてるんですよ、可愛いなと思って可愛いなとフォローしてるんだけど名前までは覚えてない、ありがとう、昨日髪分けてたの現実、いやいやそれは通用しない今日もやっぱり先輩にグイ行ってないです、なんかレッスンの時とかあんまり行けなくて、レッスンの時は、まあ、自分に必死なので、そう
自分に必死なので、そうあんまりレッスンの時は空気喋りかけられないですね。でもサヤンさんとよく喋ってました。今日お話しかけてくださるんですよ。サヤンさんが嬉しい、ほんまに可愛いよね。スッチ、あ、それもありがとう。たい焼き、いいじゃん。味覚意外とお子ちゃん、お子ちゃまって何、お子ちゃまってマジで。このダイヤのエースの話して、え、したい。え、でもさ、ダイヤのエースさ、本当に中学校ぐらいに見たので、もう話がもうあやふやなの。だからマジでもう一回見直そうか迷ってる。私さ、アニメ D アニメをなんかドコモ、じゃあ私ドコモから乗り換えたんですよ、違うやつに。なのでなんかなんだっけ D アニメでダイアネス見れるけどさ、ちょっともう一回入るか迷う中。アニメ大好きだからさ、で他のサブスクも結構入ってるのでアニメ他でも見れるんだよね。でもダイアネスはちょっと D アニメに入ってたから、ちょっともう一回見ようかなと思ってる。そう、もうね、結構スポーツの話好きなんですよね。そうマジでダイナエースはなんだっけ、ちょっと待って、あれが好きだったよ。ダイナエースはね、あの人が好きだった。ちょっと待ってね。あ、カズヤかな。ちょっと待ってね。チュンチュンチュン。ちょっと待って。好きでしたね。カズヤだったっけ名前。ちょっと名前がね忘れた。ちょっと待って、うっすって感じ。うっす、あ、三幸和也だ。三幸和也が好きだった記憶です。もう今はもう全然覚えてない。じゃタピオカハマった時期やった。好きよ、タピオカはよくハマってましたよ。今でも好きよ。甘いもの苦手な以外、そうあんまり好きじゃないね。なんか甘ったるいのは好きじゃない。長生きからライブ会場も40分歩いて、いいね。運動になるからいいよ。いいですね。レッスン後はウェイヨウェイヨウって感じですか。どういうこと。レッスン後はそんなウェイヨウウェイヨウじゃない。でもレッスン後の方が元気ではあるかも。会社ボンのやつ効果、わかんない、外出ない。そう、夜になると私は外に出ません。もう外がひどいことになってるので、カメムシで。そうだから、そう、サヤさんよくねレッスンが一緒の時とか話しかけてくれます。嬉しい。フェスが朝サヤさんと一緒なので、これまでのフェスだから話しかけてくださるんです。嬉しい、ほんまに偉いよってめっちゃね褒めてくださるから、もうめっちゃ嬉しくてモチベになります。ザキハットありがとう。ダイナス聞かん、あ、一緒やん。ザキハットありがとう。サブスクもありそう。え、使ってないサブスクあるよ。でも大抵何か全部漁ってるの毎日。なんか見切った。ずっとドコモ勢だったんですけど、一旦ね、一旦スポーツ漫画さ、そうそう
まあ見ないやつもあるけど、メジャーでダイアネさ、でもメジャーも見たよ全部。メジャーも見たけど、まあ子供の頃から大人まであるじゃんね。面白かったけどね。そう、面白かったけど、もうメジャーもうダイアネさんも本当に中学校の頃に見たから、マジでもう一回見らんと思い出せない。そう。うん、小宮君好きそう、私はそんなに。そう、みゆき君、そうそうそう、キャッチャーね。そう、もう忘れるよね、ずっと見てなかった。もう5年以上見てないので覚えてね。もちぴりさん大好き、ありがとう。でもなんかところどころ覚えてる。アニメ見たやつとか、昔中学校の頃に見てたやつ。もうダイアナエースとかさ、ああいうメジャー系はさ、すごいさ長いから覚えられないよね。大きく振りかぶって、大きく振りかぶってなんか言ってたね。かぶってアニメ、見た目がね大事だね。ああ、はいはい、ああ、で面白そうって面白そうだな。絵が大事。ああ、でも絵確か、おお、アニメ好き、アニメの絵好きかも。予告を見て、まあ見るかにするわ。予告大事。あ、でもこれ響き見れなさそうだな。サブスク何入ってるかじゃないこれは。そう、嬉しい。おけいさんさん、ハッタありがとう。今日もかわいい、ありがとう。久々これ。今日だと初めまして、嘘つくな。私褒めたくなる、ないかもって、ほんま嬉しい。毎日可愛くなってる、本当嬉しいですね。さやさんのメールいいじゃんって言った。そう、今日写真撮ったんですよ、さやさんと。清水太也くんが好き？清水太也くん、もう覚えてないな、全く覚えてない。ダイヤ、うん、ダイヤのエースの方がまだ覚えてるな。じゃあ、ゆうなんがりゅうちの家行ったけど、入り口で彼氏ってごめん、無理って書いて、あ、そうなの？今期、そういえばスポーツアニメ一つも、ないっけ。あるじゃん。そう、私今日メールだったけど、本当に面白かった、マジ。待ってね。忘却バッテリーさあ、本当に1話で、なんか1話見てなんか流し見したのね。なんかただ流してるだけでしてたから、なんか途中でもう見なくなったんよ。そう、ワーキングバッテリー流してるだけだと頭入ってこないから、そうで、や、見るのやめたんだけど、昨日TikTok でなんか日常 Vlog を上げてる人がいて、その中になんかそのワーキングバッテリーを見てるシーンがあったの。なんか面白そうと思って、で今日見たらめっちゃ面白くて、めっちゃ面白かった。ああいうのめっちゃ好きってなって、今途中まで見てます。そう、めっちゃ面白かった、最高だった。 NS 言ったけど多分全部、売っちゃったの。いっちゃみればハマる。あ、そうなの。気になる、映像見てみるね。いったで、キンガーさん大輝ありがとう。もしかして前今さっきも話してたね、はい、さっきあれしたのに今また前髪の話に戻ってるよ、パミさん前髪切ったよって、前髪切ったよ、後ろ明かりでもそれで写真撮ってほしいけど、新衣装だもんね。そうだよ、新衣装です。確かに私服ないんだもんね。見つつはしてる、何それ。漫画読んでないけど、アニメが毎週楽しみ。ね、
私は漫画をさ先に読んじゃうとアニメはとかでもない。えでもちょっと本当に面白すぎて気になりすぎてね、アニメを先買おうかと思ったんですよ。そうでも一旦アニメを楽しんで考えようと思いました。そう最新は良い本当結局なんか思い出すんでしょ、二重人格になったと。なんかそう今日お疲れ様ありがとうビキュー、それ食べ口切れ多い多くないし多くないし、ちょうどいいちゃんに休みしようって。あそうなの、そう一番面白かった、カッチーすぎるカッチー、ほんとミサミサ大丈夫大丈夫、ひーちゃんってボーダー好きなの、好き結構好きね。ゆたろうさんこんばんは、ひろしさんハートありがとう、ほゆさんリンボスターありがとう、いつの野球言うの、さあそうなの、ひろしさんハートありがとう、気に入ったのよかったね、なんか猫も言ったね、面白かった、なんか面白みもさ入ってたから面白かったなと思った。今日の髪型いい、嬉しい、くちゃんさラビュー、ワンピースも今から全部見、ワンピースは見らんな今、ハンターハンター見てる、ハンターハンターね見てみたいけど見てないんだよね、めっちゃ気になる、なんか面白いってすっごい聞くからさ、私あれも好きだよ、スケットダンス、スケットダンス好きですよ、まあ前も言ってると思うけど、かわさん大輝ありがとう、ひろしさんハートありがとう、他のメンバー聞いてるけど響きはこれ、印象、別に、でもなんか書いてる言葉に、書いてる言葉によるくない、その絵文字じゃ気まずいよね、その絵文字気まずいのはあるかも。ひろしさんありがとう、たん焼きはんたんだ、ずみさん、あそうなの、ちーちゃんしまありがとう、やちゃん面白いね、面白いでも帝国だったっけ、あの学校強いとこに4人とも入ってほしいなって一瞬思った一瞬入ってって思っちゃった、入って5人でこう1年生のやつをなんか仕切ってるとこも描いちゃった自分で。ひろくちさんレモンスターありがとう、ハンダハンダアニメだけでしょ、あそうなのね、アニメ好きだから、今日も可愛い、ありがとうありがとうございます。もうアニメさ本当に好き、アニメってなんでこんなに楽しいんだろうね、アニメしか勝たんほんまに、もう今までさどんぐらいのアニメ見てきたんだろう、全部さ見たやつからもうさあれすればよかったな、じゃんじゃんじゃんじゃじゃじゃん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 、てれてっ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 てれん、じゃんじゃんじゃん、てれじゃん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 、てれてってじゃらじゃじゃちちちち、てんじゃん。前書き出しとった、書き出しとった、でも途中でやめたんや、いちゃんおすすめな、いちゃんおすすめなアニメ言ってる、ほんと？もうおすすめなアニメが多すぎてね、何を見てるの、鼻がかい、レベル2からチート、異世界もの最近多くないマジで、もう異世界もの見すぎてさ、なんかもんなじようななんかあれになっちゃう、ちゃん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 、いるのだろうか、日差しの眩しさ、影の切なさを知る、リーフ地球彼のチートがすごすぎるね、多いよね、
ケンチ推の子始まるね。アニメやアニメやだ見て。アベも早いよね最速。ウィンドブレーカーも面白かった。スポーツものね。アニメの続き気になって漫画原作一気に買っちゃうことない。一気にはない。そうお金あったらね一気にバーンって買うけど。そうね、でもマジで気になって漫画読むことはあるよ。エアコン寝てる。うん、確かに今日大人ってないわ。なんでだろう。しおりさんありがとう。異世界物アニメで大凶。やっぱりテンスラ、テンスラ私はちょっとあんま好きじゃなかった。まあ、1話だけだけどね見たの。あんまりうんどういうことって思ってた。自分できるのが先になった。そうギリできる。エアコン置けなくていい。さおろさんスキメルルーン久々スキメルルーン読んだわ。久々スキメルルーンルチューンチャ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 ン。で昨日久々に親友ちゃんと電話したんですよ。で LINE 持ってないので普通の電話で電話したんですね。で私15分はなんか無料みたいなそういうオプションつけてるんよ。でもそのオプションつけてたんだけどなんか15分以上経つと多分ねそこから料金かかるのさ。そう、それで40分話しちゃって、ちょっと待ってと思って途中で怖いなと思い始めて一旦切るわって言って切ってもう一回15分でやったんだよ。もう15分以降からお金かかるってことがさやっぱ分かってさ最悪ってなって。ファイよね。600円がかかるの計算したら多分600円ぐらいかかったの。40分で15分は30分ぐらいなんか話してた感じだから、まあ、その後からもう15分15分15分で切ってかけてってやってたんだけどマジもったいなと思って最悪って思った。そうプライベート用として LINE、 あ違う違う、その友達がその LINE も今してなくて、友達が LINE してないからその LINE 電話ができないんですよ。そうだからもう最悪と思って。それでそうマジさなんでさ15分にさ15分お金かけてさ、なんで普通にさそのオプションで1000何円払ってんのにさなんで15分以上無料になるの。ほんま普通に考えてなんで15分だけお金かかりますみたいな、ね、どういうことってなった。使えねんかいと。気にせなんかお話し会、いやそれななんで私友達の話し会見てるってんだろうね。まあ、別に響の姉だからいいけどさ、なんかおもろいよね。そう15分流し来てくれるのね。15分で切れる方がよかった。なんでもう普通にさ意地悪だよね。最悪だと思って。そうせっかくさ電話してる時って切れたくないじゃん途中でさ。なんでオプション払ってんのにさ15分以上ダメなのって思った私は。ちょっと今ね気合入れてよとか言わないよ。アラームするよ。そうねー高いよね。でも時間に切るアプリ入れてる。入れてない。来たら切るね。しんちゃん4期おいでとか言ってた、さっきの言ってたよ私自分でおいでみたいな。そう言って本当に響のしんちゃん2人しんちゃんいるんだけどもう本当にねめっちゃ可愛いんですよ。めっちゃ可愛くてなんか普通に芸能界にスカウトされて入ってたぐらい可愛いんですよ。そう可愛いんです。そうそうおいでとか言ったおいでとか言ったけどまあまあまあもうそうそうまあ年齢的にね来ないけどね。
を支援しようとか言うんだ。そうやってそうやってさ、高校の時の友達、あし変わったよ、そう、ダン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 、そうなんですよね。ちょっと一食食べるかもったいね、もったいないよねマジで。どんどん遠くなっていく感じがします。しません、遠くならないです。私はそうない年ですよ。じゃんじゃらんじゃんじゃん、元気ないって友達とシェアハウスしません。じゃあもう人と住むの好きじゃないからさ。でも本当になんかこう、本当に昨日高校生に戻りたくなって、なんか本当に高校生に戻りたかったんですよ昨日すごく。そう、なんかもうすっごい高校生に戻りたいってなって、本当に高校生が一番楽しかったのね。だから高校生に戻りたいよってなんか昨日病んでました。昨日そう言ったじゃん、さっきあの親友、高校の時の親友と出ましたって。そうしたらなんか思い出して高校時代のことを、こんなことしてたなみたいな、でバカやってたなとか思って、何もさ考えてなかったけどもないけどさ、毎日遊びほうけてバイトしてとか、そう学食行って大量に食べてとか、とか思い出して、で高校の時その親友ちゃんと毎日学校で会ってるはずなのに LINE で毎日なんか会話したり電話したりしてて、なんか今はそれないんだよ。そう今誰かと LINE して長電話することってなくて、マジでひびきがもともとなんかあんまり LINE とか電話とか嫌いだから、まあ、ないのはひびきが悪いんだけど、あのなんかその時やってたのになみたいな思って、なんかいやなんかあのなんかあれだねと思った。青春な高校生時代、そういう学生時代ってやっぱ戻ってこないんだと思って、昨日マジで悲しいと思ったの。だからマジ今高校生の人とかさ羨ましいなと思う。ま、今自分が今の時代でなんか高校生に戻りたいわけじゃなくないけど、前の高校でみたいな戻りたいなってマジで思うの。そういう時ってさ来るじゃん、そういう時って来るよねマジ。急にさうわ戻りたいってふとなるですよほんまに。高校生が一番楽しい。中学校はあんまり好きじゃなかったんですけど、中学校小学校は学校的にはあんまり好きじゃなかったんだけど、高校は本当に楽しかった。響きニコイチみたいな子が高校の時いて、そう高校の時にいてニコイチみたいな友達、なんかもうそうニコイチみたいな友達が高校の時いたから、その電話してた子がそういう子がいたから、なんかめっちゃ楽しかったんですよ。もう何するにも何でも一緒みたいな、もう筆箱まで筆箱もう行動することまで一緒だし、なんかもう本当移動もずっと一緒だし、もう遊びもほぼ毎日遊んでたしみたいな子がいたんですね。そうだからなんかそういう子って本当ねにとなんかあれする、そういう子がいたのがめっちゃマジで嬉しかったんですよ。でもなんか高校時代からそういう子ができなくて、ずっとその人とニコイチみたいな人ができなくて、なんかそれも悲しい。
もう定着、定着、結構私は定着したい派なので、そう友達はね、友達はマジで本当にニコイチっていう定着が好きなんですよ。そうだから、そうめんどくさい女なんだけど、そうでもそういう人はいないから、専門の時はなんか4人とか6人とかでいたから、なんかニコイチみたいな人いなかった。それもそれで、ね、楽しかったんですけど、ちょっと悲しい、ちょっと悲しいっていう、ね、なんか最近そんな思わなかったんだけど昨日思った急にね、昨日思った、うわ高校時代そんなだった、楽しかったなって。高校冬はスカートの下ジャージはあんまりしてないかな。てかありがとう。大学時代楽しかった。美容学校は楽しかったけど、美容学校楽しかったんだけど、なんかもう勉強が結構地獄。楽しかったけどね、楽しかったけど勉強勉強勉強みたいな感じだったから、詰め込んであったから学校行きたくない時期はあったね。学校の授業が嫌すぎて帰りいつもマック行ってた、行ってた。もう帰りは絶対ビックリドンキー、マック、ミスドとか、なんかいろんなとこ、タピオカとか、もう毎日。響の友達はタピオカを1日に6個とか飲んでたので、そう、3個1だと何かしら起きちゃう、うん起きちゃうね。確かに3個1とかあんま好きじゃないね。奇数とかあんまり好きじゃなかったね。別にね、今は別に思わないけど、学生の時は3人とかあんまり嫌だった。ひちゃんは高校時代めっちゃモテそう。モテないです。仲いい人一人でもいればまあね。てかありがとう。まあ響はどちらかというとみんなと仲良くしたいタイプだけど、一人はもうめっちゃ本当にずっといて楽とか、ずっと楽しいとか、ずっとこの人といたいって思う人がいた方がね嬉しい。みんな腰パンしてた高校。あ、そうなの。遊ぶはお金で、あ、お金はアルバイトで稼いだ。うん、そう高校の時は、はい、バイトして稼いでましたね。そう、昔の学校いいね。いつだと同じクラスけど絶対楽しいよそう、3期で一番下で違ってね、悲しいよね。もうすごく、私もすごい悲しくて。ひーちゃんこれからニコイチ嫌です。ふふふふ。けど実際書かれたら最後でもう関わってますよ皆さん。今も続いてる。小学校くらいからずっと仲いい子いる。小学校くらいからずっと仲良し。でも小学校から一緒の子もう一人親友がいるんだけど、その子は関わってるよ。関わってますよ。なあきさんありがとう。たい焼き自分は中学校の方が楽しかった。あ、いいね。さきじゃ、さきじゃきさんたい焼きありがとう。なあきさんたい焼きありがとう。ずっといた友達どっちですってなるから、なる。んでもさ、友達ってマジ大事だよね。友達って大事だと思うわ。そう、時々ね、最近 LINE 時々してる子もいるんだけど、今日ね、なんか美容学校のなんか4人でいつもいた子たちが集まっているらしい。一緒に響も会いたかった。じゃあもうこれに話して、そう学生リカありがとう。大輝ありがとう。高校卒業生それになること多い。うん、多いね。ほぼ、うん、高校の時とかの、高校、うん、学生の時の友達ってほんまにそれになることの方が多い。マジ本当に数人だなと思った。マジ数人、本当に学生時代の友達って数人しか残んない。もう最近それを実感するのね。すごいそれを実感するから、なんか悲しくなっちゃって、悲しくなる。しかも
なんか このお仕事とかさ、特にさ、なんかみんなと予定が合わないから、そういつ休みになるか分かんないし、そうだからみんなとリズムが合わないから会うことがほぼ難しくて、だから、まあ、その点はちょっと悲しいかなと思うね。のグラシキコヒーキビキ働いてません、当たり前です。グラパパありがとう、大変ありがとう。学校の中に友達はみんな地元、いやもう美容学校は私の地元じゃないので、福岡だから美容学校行ってたところはもうみんな結構ね都会に行ったりとか、福岡にそのままいる子もいるし、だからみんなさもうさ年をいったらさもうさいろんなところにいるから会うこと難しいよね。ありがとう。学生や勉強で友達ね、友達大事、地元離れた特に、うん、でももう地元にも友達さいなかったりするからそうなかなか会えなくなる。そうなんよね、高校時代の人だけど高校卒業してめっちゃ仲良くなってる子、あ、そういう人もいるね。確かに私が高校の子で連絡取ってる本当にマジで数人、まあ時々しか連絡取らないけど、してくれる人は一緒ね。確かに未だに高校の友達とゴルフ、いいな楽しそう。土日休みでないし仕事してると友達少ない、どうなんだろうね、うん、ありがとう可愛いありがとう。ここから一番の美容室の激戦区、あ、そうなの、福岡はね美容室多いよね。確かに何して可愛い、本当逆にもしと年を取ると時間とお金に余裕ができて退職を何かに一緒に遊ぶ友達できる、あ確かにそれもいいね、それを願っておこう。そう今連絡取れた高校の友達一人です、いいじゃん一人でもいいじゃん。福岡の美容学校だって、そうどこかですれ違ってたかもしれない、そうだよ、福岡にいたんだったら私は普通にいましたよ、そこら辺に。オーキャン行ってた、オーキャン行ってた、私もオーキャンスタッフとかオーキャンやってたよ、オーキャン行ってた私も。最近は会うと親の介護と健康の話を、あ、そうなの、でも楽しいじゃんね。最近はグループ作っちゃう感じだけど、毎日だよね同窓会など行けたら行き、何星が読めない、ちなみに会っても学生の時の電車に戻してめっちゃ今、いいな、いいね、最高だね。自分学生高校時代遊んだけど20代になったらやってますね。やっぱそうだよね、みんな忙しいからね、かまわね、結構ね、でマイクそうですよね、学生時代は帰ってこないからマジ悲しいね。そう、まあ、今は今で楽しいんですけど、今は今で違う楽しみ、楽しみっていうか違う楽しいことがさあるけどさ、てかありがとう。そう今は今で別に楽しいんだけど、高校時代よね、思い出した高校いいねってなるよね、てかいつの時代でもそうな気がする、なんかね、思わない、人って多分さ思い出美化されるやん。そうでもやっぱもう美化されてなくても高校も嫌なことはあったけど、学校嫌いだったからことはあったけど楽しかったですね。もう一回経験するのどの時代戻りたい、うわー迷う、どの時代、うーん2個あります、私は戻りたい時代が2個あって、私は
あれがいいな、家族が、家族とか親戚がブワーってたくさんお家でワイワイしてる時期、ちっちゃい、ちょっとちっちゃい頃の時期にか、ワイワイしてて楽しかった頃の時期か、もう高校生に戻りたいか、その2つどっちかだな。そうだね、部活やってないんだよね私は。お、ジャガイモ選手遊びに来たよ、こんにちは、お久しぶりだね。え、普通に生きてたら経験できないことやってるのが今、いや、まあ、確かにそれはそうね。高一にインフル撒き散らかしたの、お話も、え、そうなの、インフル撒き散らしたの、あらあら、もう小学校1年の日みたい、嫌だよ。タタルカありがとう、大雪今日お年玉しかった、欲しかった、小平さん結婚してありがとう、ありがとう、でもしないよしないよしないよ、ありがとう、ありがとう、兄貴に招待してくれ、嫌です、集まってるのいいよね、マジで楽しかった。全然戻って、その後の人生知っておきたい、その後の人生知っておきたい、どういうこと、その時代戻ってさ、でもその時代に今の自分が行ったら人生また変わりそうだよねって思う。どうも、あの、これからの未来が気になるね。もう戻れないの分かってるから、これからの未来どうなるかマジ気になる。それこれ飼ってた犬に会いたい、あー犬に会いたい、私もだんだん親戚も集まる機会減る、うん、本当に悲しい。片桐さん、ありがとう、最近それをすごく感じます。中学生時代やり直したいという意味で戻りたい、あー中学校はやり直して、確かに。さん、ありがとう、大学、坂田清水大輝ありがとう、大学に向けに戻り、前が大学に戻りたいよ、大学楽しそうだもんね、大学生活も送ってみたかったな、響きも学校行くとクラスの半分以上他のクラスでも、やばなんか気まずいじゃんそれね、小さい頃気になります、気になりません。じゃあ逆にいいじゃん、20代後半のひーちゃんみたい、私も20代後半の響きみたい、何してるかなって、何割と結婚してないですそう、20後半みたいね、私も何してるか、何してるかマジで気になる。まだアイドルを20後半で続けてるのかも気になるし、マジ何してるか気になる、マジ気になる、どうなんだろう、マジで気になる、うん、占い行きたいんだよね、ずっと考えてる、本当大学行ってみたから、今から行けるよ、行こうと思えば行けるよ。かっこいいことしよう、かっこいいことしよう、すげえ気になるよね、何してんだろう。占い好きの3期生おらんかい、おらんじゃない、占い行きたい、マジで占ってもらうの好きなんですよ、自分で占えたらいいのに、マジで占い行きたい、もう占い結構ね、ね、なんかさ、もうあれで、占い行くと人によってね、私が聞きたいのと違うんだよっていう人に当たることがよくあるので、いけない、1年後誰が推してる、響きにして、かっこいい大人になってると思う、どう乗ってほしい、あこちさん占い当たる、ちょっと聞きに行こうかな、ガチで当たる占いならね、行きたいよね、結構占い、そうなの、でも私は結構占いは一人で行きたいタイプなんですよ、マジで。なんか自分が聞いたいことを周りに聞かれたくないので、そうなので、占いはマジで一人で行くタイプ、だからなんか占いは、あの、なんか何かに悩んでる時とか、あの、何か病んでる時とか、なんかこれからの人生どうしようって思った時によく占いに行きます、
ガチの時も一人で行く、ほぼ一人で行く。アイドル経験のアイドルのヘアメイクさんとか、いやヘアメイクさんにはもうならないかな。引き合いしてやめた、そして卒業したまたやめるかも。え、ほんとそれ、それほんとなの。ジムに今精一杯行きましょうね。一人だと結果に悪い顔しても誰も気づかない。そうなんだよ。なんか最高です。朝のニュースの番組の占い参考にするのか。しないです、ニュース見てません朝は。人後30歳、楽しいしてそう。楽しい、本当占いガチで。そうだよ、そう占いはガチ勢です。でもマジでもう結構響きね、占いダメなところに行くんだよ。よくね、こんな占い師さんよくなかったなとか、もうそういうことじゃないんだよみたいな、それは聞きたいんじゃないんだよって思うことがあるので、マジうまくちゃんと偵察していかないと。美容室開いて通ってください、もし美容室開いたら。もう今から美容室開くのはないかな。うん、本当はもう自分のお店とか持つの結構夢だったんですけど、もう今美容師してない時点で多分しないかな。ある、占い情緒不安定。そう、占いするときって大抵情緒不安定なんだよ。ひーちゃんこんばんは、髪型かわいすぎ、ありがとう。キーさん朝以外ニュース見とるとね。いや、そんなに携帯で流れてきたニュースは見てます。占い信じないタイプだが怖いから見ない。あ、そうなの。エナジー、しかも占い屋さん、私確かに占いとかかなり信じる方ですか。どうだろう、めっちゃは信じないかも。なんか参考程度にって感じ、結局忘れてる。あったあと占いたまに行くよね。占いから変な概念にはまらない、はまらないよ。月までいる美容室よろしくね。いやいや、長崎には美容室は作らないかな。美容室だったらいいことだけ信じ、わかるわかる、もうそれはわかるよ。悪いことはもういいわってなる。みくじ毎日年引く、うん、おみくじは毎年引きます。おみくじ引きに行こう。おみくじ引きに行きたいね。風に吹かれながら、ひゅーよーよー。じゃあそろそろ終わりにしようですかね。私何時からしてる、まあ、そんなしてない、40分ぐらいしかしない。皆さん私何分からしてますか。前にターニングポイントで占いって結局自分の判断を信じて、あ、そうなの。くじって同じ、あ、そうなの。せっかくならおみくじに特徴あるとこね、いいよね。10時19分、お、じゃあ1時間してるってことはそろそろ終わる。なんなんだって握手会行くね。なになに、なになってビュー、握手会ごめん。じゃあもう1時間、約1時間やってるということで、じゃあそろそろ終わろうかな。ちょっと明日もあるので、明日もあるので、ちょっと今からねまたダンスの練習をしたいと思います。私はサイアン追加しました。え、嬉しい、エネジーありがとう。小山一さん、たくさん喋ろうね、可愛い響きで。たくさん喋ろうね。次に、そう、今からちょっとダンスの練習を少しして、少しってお風呂入って寝るので、そろそろ終わろうと思います。そう、ダンス頑張るね。ではそろそろ壇上を読みますね。写真見たけど元気っす、元気ですよ。いや元気、うん元気、腰が痛いですね。今日結構たくさん動いたから腰がね。すっかり忘れてた、あらひーちゃん改めて会えるようになってくれてありがとう、ありがとう。他にもどうですか、ありますよ、あるんかな。私ありがとう、でこっそりひーちゃんやめてください。たくさんね、嬉しい、たくさんありがとう。クヤも2つ登った、すごい、ほじさんありがとう、こちらこそ。じゃあそろそろやめたいと思います。では13位、
13位たっくん、12位なおきーさん、11位なべなべ小腸さん、10位くまねパパ、9位ティカ、8位ひろしさん、7位きくしゃん、6位福山のあきさん、5位ともひろさん、4位たなたなくん、3位たっくん、2位ゆいさん、1位は小山ちさんです。ありがとうございました。ありがとうございました。ひーちゃん健康じゃなくても元気そう。どういうこと。じゃあありがとうね、みんな。ありがとう。私は今ナスを食べたい気分です。でも家には何もありません今。はい、ではじゃあまた明日会いましょう。多分明日も配信多分すると思うので、はいはい、ぜひぜひしたら見てください。じゃあみんなおやすみ。見てくれてありがとう。1時間怖いですか。多分ね。じゃあね、みんなおやすみなさい。また明日。バイチャモ。